阪神タイガースのレフトとライト、レギュラー争いがかなり白熱しています。昨年は優勝した阪神タイガースですけれども、さらに今年は打線が強力になっていきそうです。まずは岡田監督が語る今年の外野の構想について見ていきたいと思います。両翼、レフト、ライトのレギュラーについてはまだわからんよというふうにコメントしています。加えてショートの木浪選手、そしてサードの佐藤輝明選手も安泰ではないというようなコメントになっています。 そしてノイジー選手の立場についても昨年とは全然違うと昨年はレギュラーとして、まあ、ほぼ不調でもずっと起用された感じだったんですけれどももう今年は立場が違うというような話になっていますそして森下選手についてもインパクトはものすごくあったけれどもレギュラーポジションを取ったという成績でもないしなというコメントですね確かに1年を通した打率で見ると2割3分7輪でホームランも10本 そして OPS も0.7を下回っているということで、まあ、確かに2年目まだレギュラーっていうところではないと思います。そして連覇をするためには、こいつ偉いすごいのが来たなみたいな、そういう戦力が必要よなというふうにコメントしています。まあ、過去の例からも連覇っていうのがまあ一度もないわけなんですけれども、あれだけ強力なメンバーでも連覇できなかったわけだから、同じような戦力で連覇するっていうのは厳しいわけで、まあ、新しい戦力の突き上げっていうところがすごく重要になるというふうに岡田監督は語っています。 特に他のポジションと比べても、レフトとライトに関しましては、選手の入れ替えの可能性っていうのが結構あるポジションですから、キャンプでも注目されています。では続いて、森下選手とノイジー選手の岡田監督評価がちょっと加工してきているんじゃないかということで、こちら見ていきたいと思います。 キャンプネの森下選手ですね。初日で打球がフリーバッティングで上がらずに、まあ、岡田監督は変な打ち方、あれじゃ打てへんのちゃうかというふうに苦言をしてコーチにも報告していると。まあ、森下選手はよりミート率を上げていくというところで,ですね。まあ、構えであったりスイング、そしてバットそのものも大きく変更して、 ミート力を上げるというのが秋春のキャンプでのテーマになっています。まあ、ただ岡田監督は森下は長打が魅力の選手だし、まあ、そういったバッティングだと森下のいいところ消えてしまうんじゃないかと、まあ、そういった話もありました。そしてノイジー選手に関しましては、契約をするならバットを立ててこい寝かすなと、まあ、構える時にバットを立てて構えてくれというような依頼がありました。まあ、ただしっくり来ないというか、 打席でバットを立てるという意味をちょっと考え違いしているんじゃないかというふうに昨日言った、まあ、それで納得しよったというコメントなんですけれども、まあ、結局ノイジー選手は岡田監督の要望のようなバットを立てて構えるというような構えではなくて、まあ、これまで通り寝かして構えているということで、まあ、岡田監督の指導っていうのがまあ結果的には打席でのフォームには生かされていない、反映されていないというような状況になっています。 そして岡田監督、この森下選手とノイジー選手、キャンプでの状態としては、まあ、良くないというふうに語っていて、入れ替えの可能性があるレフトとライトで、この二人の選手を岡田監督が現状良くないというふうに語っている以上、入れ替えの可能性っていうのは、まあ、十分今の時点であるのかなというような感じになってきています。では、この二人の選手については岡田監督、ちょっと厳しいコメントなんですけれども、一方で岡田監督が大絶賛している三人の選手について見ていきたいと思います。 岡田監督が絶賛している外野手3人ですけれども、まず1人目が小野寺選手。まあ、小野寺は一軍の戦力としては十分使えるよと。だってあいつくらいやろあんま出てないのに3割以上の数字というふうにコメントしています。 昨年は43試合の出場ながらも、打率としては3割4分7厘、出塁率が4割2厘で、OPS も829と、まあ、少ない出場数ですけれども、抜群の成績が残っていて、まあ、これだけの数値が残れば、まあ、シーズン通してできれば、間違いなくレギュラーというような成績が残っています。そして前川選手。前川選手はフリーバッティングで67スイングで27本の作声、そして5連発なんかも披露しています。 まこれまではラインドライブ性の、まあ、ライナー性の打球が多かったんですけれども、まあ、岡田監督もだいぶボールが上がるようになってきたようなというふうに評価しています。やっぱりミート力は高いだけに、前川選手本人も長打力、まあ、このあたりっていうのを一番の課題に置いていて、打球に角度がついてくればスイングの力はあるので、ホームランももっともっと出てくるのかなという感じですね。そして岡田監督、野口選手についても大絶賛しています。 近本選手であったり中野選手もそうですけれども、左バッターが多いので、岡田監督は両翼には右バッターを置きたいというふうに理想を語っていて、この野口は右だから貴重と、そしてポジションを取れる可能性があると、遠くに飛ばす天性の才能を持っていると、まあ、これだけの評価をしています。やっぱり岡田監督は外野は打てる選手を使うというふうに語っていますので、この野口選手の長打力っていうところは、まあ、かなり魅力なポイントになってくると思います。 では続いて、この選手の他に覚醒の可能性を秘める未完の待機についても見ていきたいと思います。ここから今年大覚醒を期待したいのがまず一人、ミエセス選手ですね。岡田監督がバレンティンのように前で打てば、まあ、軽くホームランなんかも打てると、まあ、そういった指導をされて、ドミニカでの自主トレでもこの前で捌くっていうのを取り組んでいると。ミエセス選手自身もこのもう少し前で打った方がいいんじゃないかっていうところは、まあ、シーズン中にも感じていたというような話があります。 なので、まあ、こうした打法の変更によって今年は成績の向上に期待したいですね。 2023年は60試合の出場にとどまりましたけれども、打率としては2割2分2輪、ホームランが5本、出塁率3割1輪、オーピース666と、まあ、まずまずの成績ですね、打率こそ低いんですけれども、意外と選球眼がいいというような岡田監督のコメントもあるとり、出塁率は打率と、まあ、8分ぐらい乖離していますし、ホームランももし規定打席に到達であれば、20本ぐらい狙えると、それだけの本数が出ています。 守備走塁面であったり、ミート面であったり、課題はいろいろありますけれども、ブレイクすればかなりいい成績が残る可能性っていうのもあります。そして井上選手、昨年は2軍でも OPS707 に終わってしまいまして、まあ、岡田監督から今年に向けて調子の波が激しいと、そして1軍定着はまあこうした調子の波が激しいと、厳しいかもしれないというふうに苦言を呈されています。 ただ、井上選手の長打力っていうのはやっぱり魅力で、キャンプでは3スイングに1本ほどのペースで柵越えを量産しているということで、まあ、このパワーっていうのがしっかりと試合で生きてくればっていう感じですよね。そして打席の中での野球の配球の考え方とか、まあ、こういったところを巨人の岡本選手からオフに学んだというようなこともあるんですけれども、このあたりが果たして試合に生きてくるか注目したいと思います。 では続いて2軍キャンプスタートではあるんですけれども大注目の2人の選手についても見ていきたいと思います2軍キャンプながら注目の選手1人目が五穂選手ですね五穂選手は岡田監督が強化指定選手に指名というような報道もあったことをかなり注目しているという選手です、まあ、体力不足もありまして1年目昨年はシーズン中盤からの失速というのがありました ただ、6月下旬までは2軍で打率3割を維持していたということで、やっぱりミート力の高さ、センスの高さっていうところが見えます。まあ、夏以降は長打がほとんど出ていないというところもありまして、やっぱり体力面中心に課題はまだまだあるというような状況にはなっています。まあ、ただ、走攻守すべてにおいて潜在能力が高くて、短距離走であれば近本選手クラス、 いうようなタイムも出ていますし、長打も打てるようなパワーっていうのを秘めている選手ですから、もしかすると今年の終盤あたりで一軍昇格もあるかもしれません。そして育成で獲得した福島県員選手も注目です。赤星さんが盗塁王を取れるポテンシャルはある、支配下まで相当多くないというふうに大絶賛しています。大山選手と同じ白王大の出身で、4年の春が打率5割2分リンの盗塁が20個。 そして4年秋は3割6分1輪の打率を記録しています。ピッチャー経験もあって、肩も強い選手で、まあ、長打っていうところはホームランとかで見るとそんなに多くないので、まあ、どちらかというと赤星さんのようなバッターとして将来的に期待したいなという選手でございます。皆さんは今年、阪神のレフトとライト、誰に期待したいのか、ぜひコメントで教えてください。以上です。